2022年7月時点で通算4300勝を超え、 G1 レース120勝、日本ダービー6勝と前人未到の大記録を次々と打ち立て、名実ともに日本競馬界のトップジョッキーである武豊騎手。国内のみならず世界中の競馬関係者でその名を知らない者はいない。日本競馬界ではまさに唯一無二の存在と言えるでしょう。非常に温厚な性格であり、人格者としても有名な同騎手。しかしそんな武騎手であってもやはり男性であり、ついつい魔が差すことがあるようです。しかもそれは一度や二度だけではないようで、武騎手の女性好きは関係者の間では有名なことなのです。ということで今回は武豊騎手の女性遍歴をご紹介したいと思います。その前に公式 LINE で競馬の AI ツールも無料提供してますので、動画下の概要欄よりチェックしてみてください。美馬涼子手つなぎデート。2015年10月4日スプリンターズステークスが行われた深夜2時頃の六本木の路上、細身のスーツにネクタイ、黒縁のメガネをかけた男性がほろ酔い加減で歩いており、その隣には胸元が大きく開き、深いスリットの入った黒いドレスを着た若い女性がピタリと寄り添い歩いている姿が週刊誌にスクープされました。この男性こそが何を隠そう武豊騎手であり、隣を歩く若い女性というのが当時フリーアナウンサーでモデルだった美馬涼子さんでした。二人は人目もはばからずに指と指を絡ませるように手を握り合って歩いていたのです。当時美馬さんはお天気キャスターを務めていたことで人気を獲得し、それを足がかりとして各方面に活躍の場を広げていました。特にスポーツに詳しいことから、スポーツ番組のキャスターや趣味は競馬と公言するほど競馬の知識が豊富であったため、競馬番組にも数多く出演しており、二人は競馬番組がきっかけで知り合ったようです。武騎手が関東に遠征した際に決まって泊まる六本木の高級ホテルと、美馬さんが当時住んでいたマンションは目と鼻の先で、この日はドラッグストアで買い物をするとタクシーに乗り込み、武騎手の宿泊先のホテルへと向かったのでした。スクープした週刊誌のインタビューによると、武騎手はたくさんいる競馬関係の知人のうちの一人で、特別に親しい関係ではないですよと回答しており、美馬さんの事務所は JRA 重賞300勝のお祝いに駆けつけただけで、知人の一人であり、いつも他の人を交えて顔を合わせる関係ですとのことで、双方とも関係は否定しています。しかしその後、美馬さんは2016年3月末をもって当時所属していた事務所との契約解除と、レギュラー出演していた番組すべてを降板したことを発表。表向きは美容の仕事をしたいためとのことでしたが、真意は定かではありません。さらに武豊騎手50歳の誕生日を迎えた2019年3月15日、美馬さんは一般男性との結婚と妊娠を発表し、まるで当てつけのようだと再びネット上を騒がせたのでした。オウラ愛抱擁キス。美馬涼子さんとの不倫疑惑から2年後の2017年10月、今度はタレントでグリーンチャンネルのトレセン丸ごと情報局のリポーターをしていた大浦愛さんとのやりとりを週刊誌にスクープされています。その日は菊花賞のあった夜で、京都四条河原町で抱擁しキスをしたところをスクープされたのでした。その後帰ろうとする大浦さんを武騎手が帰らないよう説得するようなやりとりをした後、手をつないで夜の街へと消えていったとのことでした。この件に関して武騎手はフランス式の挨拶をしただけというコメントを出し、不倫に関しては否定しています。一方大浦さんの方はというと、週刊誌にスクープされた直後から自身のブログの更新が止まり、ツイッターのアカウントも削除、これといったコメントを出すことなく、以降メディアで姿を見ることはなくなりました。ただ大浦さんが表舞台から消えたのは武騎手との不倫疑惑だけが原因ではないようです。大浦さんは以前ある若手騎手と交際していたらしく、何かにつけて高級ブランド品をねだったり、わがまま放題だったという噂があります。このため大浦さんの悪評はトレセン内でも広まっていたようで、このことも姿を見なくなった原因の一つではないかと言われています。いずれにしても繁華街の路上でキスをしていれば、日本では疑惑をかけられて当然という気もします。この件はこのまま終わるのかと思われましたが、思いもよらぬ事態に発展します。妻佐野涼子の神対応。大浦愛さんとの不倫疑惑がスクープされた直後、なんと各メディアの記者やカメラマンが武騎手の自宅に押し寄せます。その時武騎手の奥様である佐野涼子さんの丁寧な対応が神対応だったとネット上を賑わせました。
佐野涼子さんは1980年代から1990年代にかけて女優、歌手、タレントと幅広い分野で活躍し人気を博した方です。1995年に武騎士との結婚に伴い芸能界を引退し、以降はメディアへの出演はありませんでした。その佐野さんが夫である武騎士の不倫疑惑に対する取材に対し丁寧に対応する姿は称賛の嵐となりました。佐野さんはこの報道に対して、やっぱりちょっとショックだったと正直な気持ちを言った上で、夫に週刊誌に載った写真は見ないでほしいと言われたので見ないことを約束し、見ないことで解決、この話はなかったことにしました。もちろんきつく怒りすぎたかなというくらいにはきっちり怒ってしまいましたが、夫も小さくなって謝ったのでそれで解決としましたと笑顔でユーモアも交えて受け答えしたのでした。そして最後は素敵な笑顔とピースで武騎手と共に写真に収まり、取材を締めくくります。妻である佐野さんにとって夫である武騎手の不倫疑惑の報道はネガティブな出来事であるにもかかわらず、毅然とした態度でしかも笑顔とユーモアを交えて対応するあたり、妻の鏡と称賛されてしかるべきでしょう。これにより佐野さんの評価だけでなく、なぜか不倫疑惑を持たれた武豊騎手の評価も上がるという、なんとも不可思議な現象が起こっています。このことも含め佐野さんは稀有であると言っても言い過ぎではないほどの良妻であるのではないでしょうか。さえこ、美馬涼子さん、大浦愛さんの二人は週刊誌にスクープされてしまいましたので世間の知るところになってしまいましたが、この他にも表には出ていませんが噂になった女性がいます。ここからはあくまでも噂でしかありませんが、武騎手が不倫していたのではないかと目されている女性をご紹介します。まずさえこさんです。言わずと知れたメジャーリーガーダルビッシュ有投手の元奥様であり、タレント実業家として大活躍中です。二人は2011年12月に友人の結婚式で出会ったようです。おそらく三浦康生騎手とタレントの星野亜紀さんの結婚式ではないかと言われていますが、武豊騎手が東京に遠征した際は行きつけとしている六本木のお店で密会しているところを何度も目撃されているとのことです。この噂が現実味を帯びた出来事があります。翌2012年2月頃、東京競馬場に子供連れの紗栄子さんの姿がありました。しかも特に限られた有力馬主や政財界の大物しか入れないような超 VIP なエリアで見かけられており、そのような場所で見られない顔があるとかなり目立ってしまうのだそうです。その超 VIP なエリアの一つである検量室前に紗栄子さんが現れたので、周囲は皆不思議に思っていたところ、武豊騎手が現れます。この瞬間周囲は、あ、そういうことねと納得した雰囲気になったようですが、紗栄子さんは武騎手に招待されて来場していたのです。しかもこの日は G1 フェブラリーステークスが行われた日で、そのような日に限られた人間しか入れない超 VIP なエリアに招待するとは、武騎手は紗栄子さんにかなり熱を上げていたとの噂が流れます。紗栄子さんも自身のブログで東京競馬場に子供を連れて遊びに行ってきたことを書いてあることから、武騎手の招待で競馬場を訪れたという信憑性は高いように思えます。ただ紗栄子さんには他にもたくさんの男性と噂話が絶えないことと、武騎手自身にも女性との噂が多くあることから、このような噂が流れたのかもしれませんが、不倫の関係にまで至ったのかどうかは謎のままです。佐藤珠緒、過剰なぶりっ子を演じ、頭の上に両拳を持っていきプンプンと言って怒りを表すのがトレードマークとなっている佐藤珠緒さん、実はこの方も武豊騎手と不倫関係にあったのではないかと噂される人物の一人です。佐藤さんはかつてフジテレビで放送されていたスーパー競馬に出演しており、そのことが縁となり武騎手と知り合ったようです。この噂の出所は、佐藤さんが以前所属していた事務所の社長が暴露したことによります。佐藤さんは武騎手に相当入れ込んでいたようで、そのことを長年引きずっており、それが原因で49歳となった今もなお独身を貫いているという噂もあるほどです。ただし佐藤さんの事務所社長が暴露した際は T 騎手というようにイニシャルしか言っていなかったために、この T 騎手が武豊騎手である確証はありません。競馬界でイニシャルに T がつく騎手で真っ先に思い浮かぶのが武豊騎手であり、これまでの女性関係の噂の立ち方から考えて武騎手なのではとなったようです。真相はわかりませんが、火のないところに煙は立ちませんので、あながちただの噂でしかないというわけでもないのかもしれません。温厚で人格者として有名な武豊騎手、そのためか世間的に誠実であるイメージが強くありますが、噂を含めるとこれだけのスキャンダルがあります。ただ武騎手は遊び方がスマートでガツガツすることがなく、女性に対しても乖離することがないため別れ方が綺麗なのだとか。
噂になった女性からの恨み節もほとんどなく、このためさほど大きなスキャンダルにならないようです。武騎手は馬はもちろんのこと、女性の扱いも一流ということなのでしょうか。ということで今回は武豊騎手の女性遍歴をご紹介してきました。最後に私の公式 LINE で回収率 120% 超えの AI ツールを今だけ無料でプレゼントしておりますので、動画下の概要欄から LINE に登録してぜひ受け取ってください。それでは。